今回はヒロダイン氏の解説を始めます。今回は量子力学の問題で、1番、ABC は演算子とする。この時知識が成り立つことを示せ。交換関係の公式の証明なんですけど、まずは A、BC の交換関係から ABC-BCA となって、で、ここで BAC を足して、その代わり -BAC をすると、このような式となると思います。で、それぞれ前の1、2項では C をくくってこのようにする。こちら B をくくってこのようにすると、AB の交換関係かける C プラス B かける AC の交換関係となることで、知識が示せることとなりました。2番、歩きを運動する粒子に対するハミルトニアンを H、1R 時刻 t における波動関数を ψ の RT とする。この時時間に依存するシュレディンガー方程式ってのは、もちろんこのような式となると思います。3番は P イコールマイナス IH バーナブラとする。この時微分可能な関数 FR に関して、また成り立つことを示すという問題なんですけど、 P と FR の交換関係は PFR-FP で、P ってのが演算子であることに注意して、まずは F にかかるものでマイナス IH バーナブラ F で、次に波動関数にかかる部分があるのでマイナス IH バーの FR のナブラで、こっちはそのままプラスの IH バー F ナブラとなるので、こことここがキャンセルされると思うので、ちゃんと式を満たせることとなりました。4番は ψRT による演算子 F の期待値を記号 F とする。この時 H がエルミート演算子であることを用いて、また証明問題なんですけど、まずはこの F を T で分するとどうなるかというと、まずは F の部分が、このように波動関数を用いてかけることとなります。すると、t ってのはこの ψf、ψ にかかるので、それぞれこのような式となると思います。まずちょっと第2項目の f の微分ってのをちょっと前に、後ろに出しました。で、ここでこのラウンド、ナブララウンド t ってのは、先ほど3番で、すみません、2番ですね、2番でやった時間に依存するシュレディンガー方程式があって、この IH バーを割ると、このような式が成り立つので、まず第1項目ってのは、ここは複素共役があることに注意すると、マイナスの IH バー分の1のハミルトニアンの HE プサイで F プサイで、プラス、これはそのままで IH バー分の1のプサイ FH プサイで、これはそのまま。で、あとはエルミート演算子を用いて、ちょっと、この第2項目、第1項目にわざとらしく持ってきたんですけど、第2項目については、エルミート演算子であることを用いて、こっちに移動すると、このような式が成り立つと思います。よって FH 第1項目と第2項目をまとめると、IH バー分の1のプサイブラプサイの FH-HF のケットのプサイとなると思うので、 FH-HF が成り立って、それは交換関係で表せるので、 F と H の交換関係で表せます。で、さらに3式をまとめると、ちゃんと問題文の式を示せました。で、5番がスカラーポテンシャル φR に束縛されて運動する電子に対する H ハミルトニアンはこのように与えられるとする。この時 R と H の根幹関係を示せ。で、R と H の根幹交換関係は、まずは代入して、その前にですね、このこっちの部分ですね、第2項目の部分は R と φ の交換関係で消えるので、省いて R と 2m 分の P 次乗の交換関係で、1番の公式を用いて、このように R と P の2乗というのは分解できるので、すると、それぞれ R と P、RP の交換関係は IH バーであるので、まとめると M 分の IH バーの P となると思います。6番は H が A 式。A 式というのはハミルトニアンのやつなんですけど、で、与えられる K に対して、ψRT による R の期待値の時間微分が、また式を満たすことを示すという問題なんですけど、R の微分かける M ってのはどうなるかというと、この drdt ってのは、t で演算子を微分、演算子の期待値を微分しているので、それは4番で求めた式を用いまして、このような式となると思います。ここでラウンド R ラウンド t っていうのは0となりますので、この証明した式の第1項目だけが残ります。で、さらにこの R と H の交換関係も5番で求めた R と H の交換関係は、
m 分の ih バーの p となると思うので m がキャンセルされて ih バーもキャンセル、なので p の期待値となります。最後の7番が h が a 式で与えられる k に対して次は t の2回微分 m の d 二乗 r dt を計算することで電子の位置の期待値が従う方程式ニュートンの運動方程式に類似した量子的な式を求めよう。まあ、求めますと、まずはこの式ってのは、p の1回微分に等しいのでこのようになって、でちょっと積分の形に直しているんですけど、今回は、まあ、このような式となると思います。で t があるので、このプサイのアスタリスク、プサイに微分が演算されてこのような式になります。でさらに、またこのラウンドプサイラウンド t っていうのは時間に依存するシュレディンガー方程式を用いてこのように書きます。でちょっと項が多すぎてめんどくさいので省くんですけど、その後ハミルトニアンの部分を代入して、どんどん計算していくと、項がいろいろキャンセルされると思うので、すると残る工程のこのような式だけになります。ここで固定論と対応させるために f イコールマイナス e ナブルアプサイと空論力の形で f を置くと、ここの部分が f となるので f の期待値となります。ので、m の、ここは加速度の期待値とみなしてもいいので、すると f の期待値となって、古典論に対応した式となることになりました。今回は以上になります。